ここで前回までのあらすじ、いよいよ私たちケースポドームに到着いたしました。キッズたちのフラッグに歓迎をされ、その後ペンランの設定をし、ステイゾーンにも行きました。さあさあさあ、ここからです皆さん。我らが雨男ストレイキッズ、その様子からご覧ください。安定のストレイキッズさんということで、雨が降ってまいりました。そして入場の列がですね、こんな感じに今なっているのかなと。これは何？どうしたらいいの？何の列なのかもわからない。傘がない人が一緒に入れてってくれパターンだし、やばい雨これ、何これ、もうびしょびしょなんですけど、おしゃれしてこいってそんなん言えないよな。これはあすごい、いよいよ入場でございます。いよいよ入場です。で入ります。初日いよいよスタートです。今日はオンニーもスタンドなので、スタンドの中のところまではオンニーと一緒に行きたいと思います。あと1時間で公演が始まります。ワクワク。いよいよ会場の中に入りたいと思います。さあ本日は私は3ブロックでございます。レッツゴー。入りました。わー、戻ってきたケースポ。おー、本人29。え、どこですか？私29。どこですか？29。すごい、皆様スタンディングはこのような形でございます。恐ろしい恐ろしい。あ、私ここですね。サンブロックなんで、あ、やばい緊張する。道なき道を歩いていけってことある？嘘でしょ？そんなことあります？あ、今スタンドが入場しようとしている。1、2、あ、2人ずつゆっくりだ。マジで？嘘でしょ？やば。本日はここから見ます。初日はここからしっかりと見ます。やばい、スタンディングがまさかの事態です。2人ずつゆっくり、あ、4人入場になった。途中からこれはちょっと待って、あそこ数えてみて。40でもう結構だな。
い、50人でもう全部埋まるわ。50人過ぎたら1,2,3,4,5,6,6 人入場。今回は別に天井に何かの仕掛けはなさそうな気がする。いやマジか、こういう感じか。ちょっとこれは大変だな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 全員入ってこのぐらいの隙間です。そして今から F3F4 が入場しようとしております。そこにいる人が今から入ろうとしております。一番目の人絶対前、あそこだよね、あそこだよね、わかるよ。でももう20人40人で多分埋まると思うの。来た、めっちゃゆっくり。恐ろしい光景が広がっております。もう入場が完了しましたね。これで閉まりました。これでいっぱいです。スタンディングやば。ピントが合わなくなるぐらいすごかった。あそこから出てきて、でこの真ん中通るパターンと、あとここからこっちに行くパターンと両方ありました。泣きました、ママ泣きました、ママ泣きました、ありがとうございます、ママありがとうございます。好きになったきっかけのあのメドレー、あ怒られる、はいすいません、帰ります、はい、はよ出ろはよ出ろと。マジで本当によかった。あすいません、帰ります、帰ります。言われんでも帰ります。ママもうなんか涙出た、泣いた、ありがとうなの、ありがとうなの。お姉さんが怒ってるから帰ります。楽しかった。これは初日ですから、私たちにはまだあと3日残っておりますので、ここからの作戦を練らないと、帰ってからの作戦会議でございます。というわけで今回はここまで、1日目が終わりました。皆さんまだ2日目のレポも続きますので、また次の動画でお会いしましょう。アンニョー。